はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は CX9 フェザーを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。いや、真っ黒なボディにね、真っ赤な羽でファサッファサッってやってるね感じで、このデザインは結構嫌いじゃないな。かっこいいよね。フェザーって言うとなんか爪切りを思い出すんだけどな。まあ、カスタムはこちら、機動性を上げて命中率、射程距離、操作性を下げるっていうねカスタムなんですけど、もともとは低いところを全部下げてきてるのか。うわ、微妙な下がりだって言ってもこれは厳しいな。弾薬が30ラウンドマガジンで早技つけてるから、リロードはまあまあ早いと思うんだけども、いや、あとちょっと待ってよ、連射速度、連射速度これ上がってるよね。65だったよ前、103に上がってるな。あー、そうか、多分前の時にあんまり使う人がいないから今シーズンから上げてきたのかな。まあそんな CX9 のフェザーなんですけどもね、こういうカスタムなんで、まあこのカスタムで使っていきたいと思います。では行ってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はモナストリー、行ってみようぜっていうことでみんな展開していったけど、みんな早いね、走るの。こっちも機動力は結構あるはずなんだけどな。なんでそんな早いんだよ、みんな。なんか猛者の人たちかい？いやー、キャラコンとかがうまくできる人がこんだけいるんだったら、俺もうこの辺で撃ってようか。ねえ、出てきたやつをバキョンみたいな感じで撃ってた方がいいんじゃないかな。どうだろう。なんか、あんまりこっち来ないね。向こうの方に固まってるのかな。グレネードムーブって言われても、うちグレネード関係ないんでって感じでね。あ、今行ったね。あ、もう一人行ったね。よし、行けるかな。あ、向こうスナイパーいたね。倒しときゃよかった。まあいいや。とりあえず一人倒して、もう一人倒して、はい、二人倒して、マガジンチェンジして、そのまままた向こうに行っての、で、上に登って、上から狙ってみようかな。来るかな。あ、来てるね。開けれるか。あ、いけたね。オッケーオッケー。いや、射程距離短いからどうかなと思ったんだけど、あー、しまった、ちょっと隠れたか。あー、向こうに行っちゃった。はい、マガジンチェンジ。んで、持って、また降りて、あー、今いたね。追っかけて行って、待てーと。お、急に振り向くなよ。びっくりするじゃん。オッケーオッケー、倒して。んで、持って、どっかいるかい？あ、いるね。ハンターキラードロー、あー、しまった、誰か倒した上に味方に当てちゃった、ごめんよ。でもってラジコンで止めて、はい、倒して、あ、もう一人いる。あ、これは中入った方がいい。中入って逃げて、あ、絶対こっちに来るから、はい、倒して、おお、危ない。いや、キャラコンとかが結構できる人なのかな。ぴょんぴょん飛びまくって足へのダメージにしてダメージ軽減してたね。いやー、上手い人が多いのかな今回。おお、弾少ないんだよ、こっちは。はい、オッケー。でもってセントリーガンを置いて、はい、これで真ん中の人は多少倒せるでしょう。あー、来た来た、おおおお、急に出てくんなよ、びっくりするじゃん。んでもって、こっちから、また回って、真ん中の人たちを倒せ、わわわわわ、いっぱい出すぎだよ。おお、やられちゃった。一人も倒せず。デーモンソングかなの人にやられちゃったね。こっちは誰かいないのかい？え？セントリーが潰された？前か、潰したら待て！よし、倒して。んで、持って、下降りて。ん？足音し、あ、味方か。じゃあ、またこっちから行って。なんかあんまり敵さんこの道通らないね。あ、人いたね。あ、しまった、ヘッドショットは当たったけどな。あれ？なんか CX ライン取った？いや、取らない方がいいと思うぞ、この銃。そんな何のカスタムもしてないのに。はい、デモンソングの人を倒した。あ、一人仲間が犠牲になった。ごめんね、縦にしちゃった感じだけども。んで、持って、あれ、あ、しまった、指間違って押しちゃった。トコ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 って歩いてるし。いや、しまった、シャドーブレード使う気なかったんだけど、まあいいか、せっかく使っちゃったんだからね。もう誰か倒していこう、何人か。もうどんどん行きましょう。って言ったはいいものの敵がいないよね今度。あれ悲しいな、シャドウブレード。終わっちゃったや。あ、腰ダメだよ、うるさい。あ、味方を狙ってたんだな、こっちから来る。よし、オッケー。でもってハンターキラードローン発射。当たるかな。あ、当たったり、
でもってラジコンを出して、ああいうキャラコン上手い人ってラジコンで結構ねやっつけれたりするんでね。あ、いけるかな。あ、いける。あ、しまった、ラジコン外された。やられちゃったよ。ほんとラジコン昔に比べてだいぶ弱くなったな。あ、終わった。はい、勝利50対38。 GG。 え、 MVP 取れた。あ、ありがとうございます。いや、ちょっとびっくりだな。あ、いいね、ありがとうございます。いや、結構上手い人いっぱいいたから無理だと思ったんだけどな。シャドウブレードでも結局2人ぐらいしか倒してないもんね。あれ？はい、レーティングは77でした。いや、よく取れたな、お前人たちの中でね、MVP。そうか、お亡くなりになった数が少ないっていうだけで、多分2位や3位の人の方が倒してると思うんだけどな。はい、戦績、あ、ちょっとその前にいいねを、どの人だった、この人だかな。はい、いいね押して戦績見ていきましょう。16キル3です、0アシストでした。いや、やっぱり2位の人の方が3人も多く倒してたのか。いや、申し訳ないね。ごめんなさいね、もうなんかね。いや、まあ CXI で慣れない中頑張ったっていうことでね、もう勘弁してください、今回は。はい、どうだったでしょうか。 CX9 のフェザー使ってみたんですけども、いや、連射度がめっちゃ上がってるんで、30発の弾があれよあれよっていううちにね、なくなっちゃってね、もうそらもうリロードリロードですよ。いや、エームを外す自分みたいな人はね、特にそうなんですけど、やっぱりハゲワシはもう必須ですね。だからこのカスタムを変えるとしたら、ドラムマガジンに変えて、機動性は落ちるけどね、あと余ってるスロットにレーザーサイトの1ミリをつけて、こう敵の近くまで行って腰ダメでガガガガガって撃ちまくって倒すような感じの銃に改造してもまあいいんじゃないかなって感じはしますね。まあ連射とかここまで上がったから、それもまあ言えることなんですけど、あとそうだな、自分が今まで作ってたカスタムがこの連射度になって、果たしてどんな銃になってるのかまだ撃ってないんで、その辺もちょっと試してみないといけないですね。まあこの CXI のフェザーについてなんですけど、これはもうあのいつもね言ってるあのラッキーボード、あれをね回して、大当たりの一番左上のとこにあるんで、そこでまあいろいろこう宣伝を見てね、何回か回してもらって、当たれば OK だし、当たらなければあのラッキーボードのコインみたいなね四角いやつがあるんで、それを貯めてゲットしてもらえればいいんでね。まあ無課金なんでね、うん、皆さんゲットできるんで、ぜひね CX9 のコレクションに加えてあげてください。ではまた次回をまて。